の建物の敷地内の発見です。K でもこういうのでターボにすればいいわけ。K でターボってあるよ。ターボにすればエッジの負担にはきつい。まだ何この車のキャンピングカーの方が広くできない。いやでも小さいかキャンピングカーにしたら。窃盗。長野市でも窃盗未遂事件がありました。警察によりますと、いずれの郵便局も出入り口にバールのようなものでこじ開けられた跡があり、長野市の事件では車で逃走する2人組の男が見つかりました。先月26日には郵便局で設置してたもんが。よくない。63歳は今年の8月、南区内のマンションで住人の女性の郵便受けから。食べるとこは逆に道の駅じゃなくてそのお蕎麦屋さん。急カーブです。でも道の駅だよ。道の駅にこれ戻ってんの、うん、そんなに30分をかけてここまで来たっけ。30分もかかって上がってったんだっけ。30分ぐらいじゃない。かかったんだっけ。30分はかかねえと思うけど。